お盆休みの帰省を前に JR 新大阪駅の臨時の無料検査所には多くの人が訪れていました。抗原検査キットを使って自分で検査を行い、15分から30分ほどするとメールで結果が分かります。帰省です。はい、実家に帰ろうと思ってて、福岡県です。私も実家九州なので、久しぶりに家族に会えるのが楽しみです。田舎に帰省するので、受けた方がいいかなと思って、まあ、ちょっと初盆ということもあって、ちょっと帰らないといけないなっていうので。関西では他にも JR の大阪駅、新神戸駅、姫路駅、和歌山駅に無料検査所が開設されていて、帰省の前に検査が呼びかけられています。そんな中、昨日ワクチン接種に関する新たな方針が決まりました。現在、日本国内で接種が進められているコロナワクチンは、中国武漢などで流行した発生初期のウイルスをもとに作られていて、オミクロン株に対する効果は限定的とされています。そこでファイザー社とモデルナ社は、オミクロン株にも効果が出るように成分を組み合わせた2価ワクチンを開発しています。厚生労働省は昨日開いた専門部会で、この2価ワクチンについて来月中の輸入が可能だとして、早ければ10月にも接種を始める方針を示し了承されました。高齢者など重症化リスクの高い人に加え、1回目と2回目の接種を終えたすべての人への接種を想定して準備を進めるということです。また部会ではワクチンの接種について、これまで対象外だった5歳から11歳について接種への協力を求める努力義務とすることも了承しました。政府のこうした動きに大阪府の吉村知事は、もちろん期待しています。ちょっとまだ不確定な要素が多いので、それが認められるようになれば、それは当然積極的に展開したいと思っています。5歳から11歳へのワクチン接種の努力義務については、できるだけ接種してもらいたいというふうには思います。なので、ただ科学的な知見をもとにやっぱり判断していくことだと思いますので、科学的な知見をもとにこれは努力義務として、義務化されれば、これは積極的にどんどん推奨していきたいというふうに思っています。また大阪市の松井市長も、早く具体的にいつ何人分、これがワクチンが供給されて、それから接種対象者は何歳以上なのか、そういうことを早く決めてもらいたいと。